バカに揺れろ、ぶち破るぞこれ。なんだこれ、あいつら病の手下だろ。どういう状態だよ。Boss, Kasuga's here. Good. Show him my face. おい、こっちに来るぜ。あいつは、ヤクザたちは違う。てめえ。いや、Kasuga一番。ドワイト。てめえがこの騒ぎを。ああ、そうだ。うちのビジネスパートナーがお前らにえらく怒ってるんでな。さっきはどうも、春日さん。エイちゃん。その呼び方やめろと言いませんでしたっけ。エイちゃん、おめえがブリーチジャパンにいたって話を聞いた。分野だった時、荒川組にはめられたのかもしれねえってことも。それで、おめえはヤクザに仕返しがしたくてこんなことやってんのか。だとしたら、おめえの恨みに茜さんも何も関係ねえだろ。二人に手出すのはもうやめてくれ。その代わり、俺一人で勘弁しちゃくれねえか。はい。俺は荒川組の人間だし、ブリーチジャパンが潰れた原因も作ってる。俺がエイちゃんに恨まれるってんなら、グーの根も出ねえ話だ。だからよ、煮るなり焼くなり好きにしてくれていい。今どこにいんだ、そっち行くぜ。一番、お前何言ってんだよ。いや、さすが春日さんらしいですね。でも、お会いに行く様、俺はヤクザの言うことは一切信用しないことにしてるんです。それに、ラニーをいただいたのもそれなりに理由があるんで、全てのヤクザどもに復讐するためにね。エビナさんと組むのも全てそのためだ。エイジ、あんたたち何をしようとしてるの。まあ、それはもういいじゃないですか。それよりも、当面のピンチをどう乗り切るんですか。茜おばちゃんを引き渡した奴には病の島をくれてやるって、ドワイトにそう宣言してもらってます。もちろん、パレカナが後ろ盾になるって条件でね。なんだって。このハワイではギャングにも警察にもパレカナの息がかかっている。そいつを知ってヤクザたちが生き残りたければ、我々に忠誠を誓う必要がある。その証が病と別れのばあさんの引き渡しだ。正直もうラニは手に入ったし、茜おばちゃんに用はないんだけどね。一ついいところは、あんたの母だってことだよ、春日さん。それを始末した時のあんたの顔って見ものじゃない。よっしゃ、親父とばあさんを探せ。あんたたちの死に様も動画に上げとくよ。今度こそボンボヤージュだ、春日さん。そうはいかねえ。こんなとこで死ぬわけにも。おめえとおさらばなんてのもな。行くぞ。頭かち割るぞこら。さあ、てやりますか。ガンガン行くぜ。そっちか。手間取らせやがって。どうした。任せといて。さよならだ。いた。おりゃ。それじゃあ、さあ、どうだ、来いよ。こっち見ろよ。調子がいいぜ。
調子が出てきたな。いつでもどう。ぶちかます。ごたくはいらねえぞ。全力で行くよ。おい、自制の句は決めたか。お茶にしましょう。ちょっと休憩。ありがとうよ。行くぜ行くぜ。攻める気だ。調子だぜ。コツつかめたんじゃねえか。また強くなっちまった。へへ、いっぱいやりたい気分だぜ。吸収が早いのよね。さすが春日さん。でも休憩する暇はありませんよ。ちょっとあんな人数相手してたら日が暮れちゃうわよ。千歳の言う通りだ、春日。ここは一旦引いた方がいい。クソ、あのビルへ入ろう。巻いたか。残念、そこに逃げ込むことも想定済みですよ。エイちゃんの声だ。どこにいやがる。監視カメラでもあるのかな。ご名答。あんたたちの動きは筒抜けだよ。さあ、せいぜいあがいてくださいよ。こっちにいるぞ。せいぜい無様に逃げ回ってよ、春日さん。すぐに楽にしてやるぜ。戦闘準備完了。ぶちかます。二人がかりだ。どうした。俺もやれるぜ。よし、やるよ。やるか。俺の番だな。行くぜ。どぎついの行くぜ。
調子だぜ。了解。調子乗ってんじゃねえぞ。さあ、行きますか。ガンガン行くぜ。そいつか。よし、俺もやれるぜ。よし、俺が痛めつけてやる。おや、ほら来いよ。おれ、次は俺だ。行くぞ、俺。腰抜け野郎が。出ろ。うわ。ああ。さてと。ぶちかます。来いよ。ガツンと行くぜ。命を大事に。これで。ありがとう。私の出番ね。あ、ビビってんのか。やっ。俺の番だな。おい、行くか。行くぞ、お前。よし。相手してあげる。二人がかりだ。うん、は。ガンガン行くぜ。よし、腰抜き野郎が。やるぜ。おまけ。あ、よし、せっ、せや、ぶちかます。うん、次は俺だ。俺もやれるぜ。やっちまって。おや、私の出番ね。生活で。どうだ。俺の番だな。おや、おお、しろよ。やった、勝利。よね。俺もまだ若いね。おいしい。いける。おいしい。